1> 1. クローズアップ1「八尾プレミアムお買い物キャンペーン」「私たちの八尾を豊かに八尾プレミアムお買い物キャンペーンの期間延長」「より多くの人にご利用いただけるようキャンペーン期間を令和3年12月24日まで延長します」 対象期間にキャッシュレス決済を利用した人に決済額の最大30%ポイント還元を行うキャンペーンですまだキャッシュレス決済を利用したことがない人もこれを機会にぜひご利用ください対象のキャッシュレス決済 aupayd 払い paypay 楽天ペイ市内店舗でお買い物を付与されたポイントはできる限り市内の店舗でご利用をお願いします市内店舗でお買い物をして八尾の町も皆さんも元気にしていきましょう八尾プレミアムお買い物キャンペーン還元ポイント付与のタイミングについて au pay10 月決済分は12月末までに申請11月決済分は1月末までに申請12月決済分は2月末までに申請 d 払い決済月の翌月末頃に順次申請 paypay 決済の翌日から起算して、三十日後に進呈。楽天ペイ。十月決済分と十一月決済分は、一月末頃に進呈予定。十二月決済分は、二月末頃に進呈予定。編集後記。私たちは、専門学校、春大阪の学生です。 この度は八尾プレミアムお買い物キャンペーンの姿勢だよりの紙面作成のほかキャンペーンサイトの BGM 制作などをさせていただき貴重な経験になりました八尾市にキャッシュレス決済が広く普及し八尾市全体が盛り上がっていくことを願っています八人の春大阪淡路伊藤岡高口 坂本鈴木狭間山中の方々の写真があります問い合わせ産業政策課電話924-9356ファクス924-01802クローズアップに新型コロナウイルス感染症対策 新型コロナワクチン接接接種、種種回目の接種が始まりまりす。接種費用無料新型コロナワクチンは2回接種した場合であっても接種後の時間の経過とともにワクチンの有効性や免疫が低下することが国により確認されており3回目接種については2回目の接種完了後おおむね 8ヶ月以上経過した人から順次実施する予定です3回目の接種券は2回目の接種完了後8ヶ月以上経過した人に順次送付する予定です3回目接種対象者時期など対象新型コロナワクチンの2回目接種を終了した人のうちおおむね 8ヶ月以上経過した人。接種時期令和3年12月から接種を開始します3回目の接種券に接種時期が記載されていますのでご自身の接種時期をご確認ください接種券送付時期接種には接種券が必要です 3回目接種の対象となる人に対し時期に応じて市から接種券を郵送しますなお8ヶ月以上経過した人から順に接種券を送付していくため個別医療機関などの予約は比較的取りやすいと思われますので接種券が届くまでしばらくお待ちください接種方法 個別接種令和3年12月は一部医療機関で主に医療従事者向けの接種を実施することを予定しています令和4年2月以降は1回目2回目接種時同様市民向けの接種を広く実施する方向で調整中です。集団接種 令和4年2月中旬から実施予定2月から3月障害学習センター輝き4月以降総合体育館ウイング1回目2回目の接種について新型コロナワクチン接種を検討中の人へ市が行う集団接種 1>, 1回目2回目については11月をもって終了する予定です個別医療機関においては一部で接種を継続しますがワクチン接種枠は縮小していくことになります接種を検討している人は早めに予約していただくようお願いします実施している医療機関の詳細は 市ホームページをご覧ください大切に保管を新型コロナウイルスワクチンを接種済みであることを証明する書類について新型コロナワクチンを2回接種した人は接種券に付属する新型コロナウイルスワクチン予防接種済み証をもって ワクチン接種の事実を示すことができますのでなくさないよう大切に保管してください予防接種済み証を紛失された場合予防接種済み証を再発行できます1通300円詳細はコールセンターまでお問い合わせください市ホームページにも掲載しています 接種済み証の見本が載っています問い合わせ八尾市新型コロナワクチンコールセンター電話0570-008-633平日9時から17時冬に向けての新型コロナウイルス感染症対策 これからの季節は、気温が下がり、換気が不十分になりやすいことや、屋内に人が集まることが増えることなどから、感染リスクの高まりが懸念されます。第5波で広がったデルタ株は、感染力が非常に強く、1人が感染すると子供を含めてその家族全員へ感染を広げる場合があり、 そのスピードも非常に速い状況です。感染拡大を防ぐため気を緩めることなく「かからない」「うつ際い」を心がけ手洗いやマスク着用など感染対策を徹底しましょうこの冬の感染予防のポイントポイント1 基本的な感染対策を徹底。免疫力を高めることも忘れずに3密密閉密集密接が揃う場面だけでなく1つの密でも感染リスクはあります手洗いやマスクの着用人との距離の確保など基本的な感染対策を徹底しましょうまた 十分ななな睡眠や適度な運動など免疫力を高めるようにしましょうポイント2冬もこまめな換気を24時間換気や台所洗面所の換気扇を使用することにより室温を大きく変動させることなく換気を行うことができます。 窓開けによる換気を行う場合は18度を目安に室温が下がらないように窓を少しだけ開けて換気をしましょう。ポイント3感染リスクを下げて会食消毒液の設置やアクリル板などによる仕切り適切な換気など感染対策を行っているお店を利用しましょう。 ゴールドステッカー認証店舗を推奨また体調が悪い時は参加を控えましょうインフルエンザにも注意しましょう季節性のインフルエンザは例年11月下旬から3月にかけて流行するためこれからの時期はインフルエンザにも注意が必要です 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの症状は高熱や咳など似ている症状も多く医療機関でも判別が難しいとされていますインフルエンザの対策は基本的には新型コロナウイルスと同じです新型コロナウイルス感染症と同時に流行することを防ぐためにも 今ままで以上に感染対策をお願いします。インフルエンザワクチンの予防接種についてインフルエンザワクチンと新型コロナワクチンとの接種間隔については互いに片方のワクチンを受けてから2週間以上空ける必要があります発熱などの症状がある場合 まずは電話で相談を。発熱などの症状がある時はかかりつけ医に電話で相談かかりつけ医がない場合は八尾市新型コロナ受診相談センターに電話で相談電話994-0668平日8時45分から17時15分 その時間以外夜間休日電話050-3531-4455問い合わせ保険予防課電話994-6644ファクス922-49653マンスリートピックス一 ネットでいつでもどこでも手続きができる電子申請システムをご利用ください市では利便性の向上と新型コロナウイルス感染拡大防止のため電子申請システムを導入していますこれまで市役所などの窓口で手続きをしていた申請や届出の一部が来庁せずに インターネットを利用,してできます利用できる手続きは順次拡充予定ですので是非ご利用ください利用の手順市ホームページのトップページにある「電子サービス」から「電子申請」を選択し「電子申請システム」を開きます手続き一覧から「希望する手続き」を選択の上 案内に沿って申請してください。最初に利用者登録が必要な場合があります。利用者登録方法。丸一。電子申請システムのトップページにある。新規登録を選択し。メールアドレスを入力。丸二。入力したメールアドレスに届くメール本文に。 記載されている認証コードを入力。三、パスワード氏名電話番号など必要事項を入力四、入力した内容を確認し登録が完了利用できる手続きの一例子ども医療証の保険変更手続き 市民意見提出制度パブリックコメントの応募日曜法律相談会申し込み市政だより「こんにちは赤ちゃん」掲載申し込み手続きに関する内容や申請方法については各担当課にお問い合わせください問い合わせ ICT 推進室 電話924-9860ファクス924-88602誰かのことじゃない12月4日から10日は人権週間国連で世界人権宣言が開拓された12月10日を最終日とする12月4日から10日を 人権習慣と定めています。お互いを尊重しながら共に生きる社会を実現するためこの機会に改めて人権について考えてみませんか「市からのお知らせのところで人権を掲載」「人権擁護委員による人権相談」「日時」 毎月原則第1・第3水曜日14時30分から16時30分1人1時間予約制場所市役所本館10階市民相談室対象市内在住在勤者内容 身の回りで起こった人権問題について人権擁護委員が相談に応じます問い合わせ人権政策課電話924-3830ファックス924-01753楽しみながら人権を学ぼう フューマンフェスタのマスコットキャラクターヒューペンのイラストがいます人権に関するさまざまなイベントを通じて人権について考えるきっかけとするためヒューマンフェスタを開催します12月10日金曜日11日土曜日障害学習センター 11時から16時11日は10時から当日直接会場まで内容7つあります1講演会子供どぼかしい、子供の声を聞くとは 2YIC 釣り堀世界の挨拶、いくつ釣れるかな 三、ボッチャで遊ぼう。四、サオリオリ体験。五、作業所の自主製品の展示・販売。六、各種展示・上映。七、人権作品展示会など。問い合わせ、人権制作家。電話 ファクス924-01754ノーティスフロムザヤオシティ市からのお知らせ11月1日時点の情報です新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い内容が変更となる場合がありますので事前にご確認ください暮らし 詳細はホームページでご覧いただけます。大松市長のお仕事紹介第2回つなげる支援室地域共生推進課つなげる支援室は地域共生社会の実現に向けた体制づくりをリードするため令和3年4月に新設されました地域共生社会とは誰もが支えて 支える側受けて支えられる側といった関係を超えてお互い様一緒に住みよい町をつくっていこうという考え方ですコロナ禍で孤独・孤立の問題は深刻になり疾患や障害困窮など複雑化複合化した問題を抱えている人もいます SOS が必要な支援に結びつくように 福祉や医療などに従事する市職員や関係者でチームを作り、知識や経験を総動員して支援します。そのチームが最大限に力を発揮するための調整役をつなげる支援室が担っています。今後、誰もが地域で孤立せず、自分の居場所を見つけられるよう、交流の場や地域活動へつながる仕組みづくりにも取り組んでいきます。 もっと詳しく動画を公開中飼い主として自覚を持ちましょう飼い犬の散歩中、路上に犬の糞や尿を放置したり家の壁や門火におしっこをさせたりするのはマナー違反ですまた、視覚障害者は糞を避けて通ることができず大変不快な思いをしています 糞は必ず持ち帰るなど飼い主としての自覚を持った行動を心がけましょう問い合わせ環境保全課電話924-9359ファクス924-0182市営住宅等入居者募集申し込み書は12月1日から借所2時間1回 八尾市営住宅管理センター各出張所緑ヶ丘古味勝桂安中人権ミセン、各図書館障害学習センターで配布します八尾市営住宅管理センターホームページからもダウンロードか申し込み問い合わせ12月15日まで消し印有効申し込み書 窓口郵送八尾市営住宅管理センター電話924-3858ファクス924-2301文化の日の表彰市および市教育委員会では文化振興や社会福祉産業教育などに功績のあった137人8団体に対し 表彰状を贈呈しましまた表彰を受けられたのは次の皆さんです準不動継承略また今年の文化賞はソフトボール選手の市口由香さんが受賞され文化審議賞は講談師の極道南流さんが受賞されました学校名は受賞当時のもの 市長表彰文化賞市口由香文化新人賞極道南流文化賞ソフトボール選手市口由加さん本市出身の同志は7歳からソフトボールを始め千葉県木更津総合高校へ進学後平成21年には日本アンンダーナイティーン代表に選ばれと アアアジジ女子ジュニア選手権で優勝平成22年には全国高校選抜大会で優勝を飾られるなど目覚ましい活躍を遂げられました高校を卒業後は平成23年よりルネサス・エレクトニクス・高崎女子ソフトボール部現ビッグカメラ女子ソフトボール・高崎に所属。 堅実な守備とミート力のある打撃を持ち味に所属1年目から出場機会を得ると同年の世界ジュニア選手権では準優勝平成25年からは女子トップ日本代表にも定着し平成26年から3大会連続で世界選手権への出場を果たされています努力を惜しまない同士は これまで持ち味としてきた堅実な守備と民謡力に加え長打力にも磨きをかけられると平成30年には遊撃手、令和2年には二類種として日本女子ソフトボールリーグ機構でそれぞれベストナイン賞を受賞されるなど実業団で取り組まれてきた11年間にも顕著な成績を残されています。 今年開催された東京2020オリンピックでは代表選手として5試合に出場されその活躍によりチームの勝利に大きく貢献決勝戦ではスターティングメンバーとして出場されとアメリカ合衆国に2対0で勝利し金メダルを獲得されましたこのように本市のスポーツ振興に果たしてきた功績は誠に顕著なものであり その活躍は、本市市民にとって大いに誇ることができるものです。写真が二枚あります。所属チームのユニフォーム姿のものと、試合で打席に立っている姿の写真です。写真、終わり。文化新人賞高男子極道南流さん本市出身の同志は、 近畿大学文芸学部の卒業と同時に平成16年に極道南左衛門氏に入門され極道南西と名乗り関西を拠点に講談会に出演平成29年には同志の呼びかけで結集した上方伝統文化芸能ユニット宋の会を結成し会長を務められると神戸で旗揚げ公演を成功されています。 平成30年には真打に昇進し明治時代に活躍した上方講談師藤井南流の名を継ぎ南流を襲名真打制度は上方講談会において途絶えていましたが講談をもっと世間に広め次世代を育てる責任があるとして復活し27年ぶりの昇進となりました令和元年度には 大阪文化の振興に貢献し、大阪の文化を担う若手に送られる第37回昨夜この話を大衆芸能部門を受賞されています。講談師として、福地で行われている講談会に多数出演し、本市においても大阪夏の陣ゆかりの古札での講談会に出演されるなど、 精力的に活動されていますこのように同志の活躍は日本の伝統芸能の化粧と発展に大きく寄与されるものであり今後ますますの活躍が期待されています写真があります門付き袴姿の南流さんです写真終わり問い合わせ総務課 電話924-3810ファクス992-7583教育政策課電話924-3870ファクス991-4620年末年始ゴミの収集12月27日月曜日から30日木曜日と1月4日火曜日から 7日金曜日は8時までにゴミを出してください次の A から D 地区は収集曜日カレンダー記載の地区を表示しています収集曜日カレンダーは市役所本館1階指定ゴミ袋配布窓口各出張所緑ヶ丘コミセン安中人権コミセン 清掃庁舎内循環型社会推進課にあります市ホームページ生活応援アプリヤオップからもご覧いただけます収集日を通知でお知らせ生活応援アプリヤオップ iOS 版と Android 版の QR コードがありますなお12月17日金曜日以前と 1>, 1月10日祝日以降は収集曜日カレンダーの通りですゴミの収集 A 地区。12月20日月曜日可燃簡易ガスボンベスプレー缶以後スプレー缶とします22日水曜日ペットボトル23日木曜日可燃スプレー缶 24日金曜日容器包装プラスチック以後プラスチックとします26日日曜日埋め立て27日月曜日可燃スプレー缶29日水曜日可燃スプレー缶30日木曜日プラスチック1月4日火曜日 可燃スプレー缶6日木曜日可燃スプレー缶7日金曜日プラスチック8日土曜日資源物 B 地区12月20日月曜日可燃スプレー缶21日火曜日プラスチック22日水曜日複雑 23日木曜日、可燃・スプレー缶26日日曜日、埋め立て27日月曜日、可燃・スプレー缶28日火曜日、プラスチック29日水曜日、可燃・スプレー缶1月4日火曜日、可燃・スプレー缶 5日水曜日プラスチック6日木曜日可燃スプレー缶8日土曜日資源物 C 地区12月20日月曜日プラスチック21日火曜日可燃スプレー缶22日水曜日資源物24日金曜日 可燃スプレー二26日日曜日埋め立て27日月曜日プラスチック28日火曜日可燃スプレー缶30日木曜日,日,曜日,日,曜日可燃スプレー缶,レー缶1月4日火曜日プラスチック5日水曜日 可燃スプレー缶7日金曜日可燃スプレー缶8日土曜日複雑 D 地区12月21日火曜日可燃スプレー缶22日水曜日資源物23日木曜日プラスチック 24日金曜日可燃スプレー缶26日日曜日埋め立て28日火曜日可燃スプレー缶29日水曜日プラスチック30日木曜日可燃スプレー缶1月5日水曜日可燃スプレー缶 6日木曜日プラスチック7日金曜日可燃スプレー缶8日土曜日ペットボトル問い合わせ観光事業課電話991-6254ファックス999-4625指定袋が足りない余った場合 市役所本館1階指定ごみ袋配布窓口各出張所緑ヶ丘古味線安中人権古味線までお越しください持ち込みごみ有料資源物複雑ごみ粗大ごみはリサイクルセンター年末は12月30日木曜日まで水曜日土曜日 日日曜日除く9時から11時45分と12時45分から16時年始は1月4日火曜日から可燃ごみ埋め立てごみは一般廃棄物最終分譲年末は12月30日木曜日まで土曜日日曜日除く。 9時30分から11時30分と13時から15時30分年始は1月4日火曜日から問い合わせリサイクルセンターあけぼの町2 1 1電話9 9 2 2 0 6 0一般廃棄物最終処分場上尾町9 3 6 電話地域一斉清掃に伴う排出物の収集通常は毎週月曜日土の袋は月曜日が祝日の場合は直後の開帳日に収集していますが年末年始は次の通りとなります年末は12月20日月曜日まで年始は 1>, 1月10日祝日から土の袋は11日から収集を希望する場合は2週間前までに収集依頼書を提出してください依頼書の配布および受付は環境保全課各出張所緑ヶ丘コミセンで行っています市ホームページからもダウンロード課問い合わせ環境保全課 電話9 9ファクス924-0182「資料の収集」年末は12月29日水曜日まで年始は1月4日火曜日から年末の臨時組み取り有料は12月25日土曜日に受付を締め切ります。 公共下水道への切り替えなどに伴う最終組取りは12月24日金曜日12時まで受け付け組取り口周辺に物があると作業が困難になりますので物を置かないようにご協力ください問い合わせ環境施設課組取り関係電話999-2551ファクス923-6682 料金関係電話9 9 4の1 2 6 1ファクス9 2 3の6 6 8 2ペットの死体犬猫など収集年末は12月30日木曜日12時まで受け付け年始は1月4日火曜日から問い合わせ環境事業化電話9 9 1の6 2 5 4 ファクス999-4625持ち込み12月30日木曜日12時から17時12月31日金曜日1月2日日曜日1月3日月曜日9時から17時いずれも直接斎場まで問い合わせ斎場南上松町3-50-3 電話923-1493粗大ごみリサイクル家電臨時ごみ年末は12月30日木曜日まで年始は1月4日火曜日から電話予約受付センター0800-222-9966通話料無料 携帯電話、PHS、一部の IP 電話からは、072-923-9966、通話料が必要。月曜日から金曜日、祝日、か、9時から17時、12月26日日曜日、1月8日土曜日は臨時で受付けます。受付と収集日は異なりますのでご注意ください。 ゴミの内容により収集できないものもありますので事前に受付センターへお問い合わせください間違い電話が多く相手先の人に迷惑がかかっています番号をよく確かめてからおかけください12月3日から9日は障害者週間12月3日金曜日10時から 新鉄八尾駅周辺で啓発活動を行います障害者を取り巻く就業や教育生活環境などの日常的な問題について市民の皆さんに知ってもらい関心を持ってもらうための習慣です障害のある人もない人もお互いに尊重し助け合いながら暮らせる社会をみんなで作りましょう一人で悩まず お気軽にご相談ください相談支援センター相談支援ユニ主に身体障害東本町3 3 1 0 1 0 1電話9 9 8 7 9 7 9ファクス9 9 8 9 9 7 9障害者児生活支援センターアップル主に知的障害障害児 学園八1-85-1電話940-1214ファクス943-0294知のクラブ主に精神障害天王寺屋3-6電話949-5740ファクス920-1338維新会障害相談支援センター 1> 沼1-68-65-105電話948-8875ファクス948-8867身体障害についての相談相談員氏名住所種別電話番号ファクス番号の順に読みます池本芳雄安中町死体 電話9 2 4の5 0 1 1上津原和徳東山本新町聴覚 f クス9 9 7の2 7 3 0小倉一郎八尾木北聴覚 f クス9 9 2の6 4 6 5音田二郎北九宝寺死体電話9 9 3の6 2 6 1 鹿島義弘松山町町ファクス9 9 4 6 1 5 8鎌谷加津保中町死体電話993-4770高津春代龍下町死角電話946-3322中村稔竹淵死体 電話066708-4896村井豊本町死体電話922-5332渡辺節子本町四角電話993-6500精神障害についての相談岡田武史急報寺 電話轟弘天王寺屋知のクラブ電話9 4 9 5七4 0知的障害についての相談教え美代子北九宝寺電話9936904角田和子山城町 電話上東百合子高見町電話9 9 4の1 6 9 7渡辺桝路山城町電話9 9 9の7 3 5 5発達障害についての相談東元吉西山本町電話9 9 8の6 9 0 8 遠藤貞子明美町電話993-2287大橋和代及原電話993-5501土井徳夫南木本電話994-5386障害者を虐待から守りましょう虐待を見たり聞いたりした時は 障害者虐待防止センターまで電話925-1197ファクス925-122424時間365日問い合わせ障害福祉課電話924-3838ファクス922-4900障害者控除対象者認定書の交付 身体障害者手帳などの交付を受けていない場合であっても申請により65歳以上で寝たきりや認知症によってその障害の程度が障害者に準ずると認められた場合は本人またはその人を扶養している人は特別障害者控除または障害者控除を受けることができる場合があります申請に必要なもの 介護保険の要介護要支援認定を受けている人1申請書2介護保険非保険者証3印鑑介護保険の要介護要支援認定を受けていない人1申請書2医師による証明書所定の様式 令和3年12月31日以降に作成されたもの3印鑑12月31日が認定基準日となるため基準日に有効である介護保険・非保険者証または医師による証明書をもとに判定します控除対象者認定書は年末調整時には勤務先へ 所得税の確定申告時には税務署へ市民税不民税申告時には市民税課へ提出してください申請書と医師による証明書は市役所本館2階高齢介護課にあります市ホームページからもダウンロード課申し込み問い合わせ窓口郵送高齢介護課 電話924-9360ファクス924-1005人権誰かのことじゃない12月4日から10日は人権週間人権とは人権とは誰もが生まれながらにして持っている人間として幸せに生きていくための権利ですししかし私たちの周りには 多様な人権問題があります例えば女性子ども高齢者障害のある人同和問題ブラック差別外国人性的マイノリティに対する人権問題などです最近ではインターネットによる人権侵害や新型コロナウイルス感染症に関連した差別などが問題視されています。感染症に関連した差別 新型コロナウイルスの感染者やその家族濃厚接触者医療従事者などに対する差別偏見いじめはあってはなりません感染への不安や恐怖によるものであっても決して許されるものではありません SNS の普及に伴い Twitter などで従業員が感染しているから店には近づかない方が良いと書き込みするなど 誰もがが匿名の発信者になるることでできる時代です差別に加担してしまう人たちの多くは自分の言動が差別にあたるという感覚が薄いかもしれませんがコロナ禍においては誰もがコロナ差別の加害者にも被害者にもなりうる当事者だということを忘れてはなりません人権尊重社会の実現に向けて人にはそれぞれ違い 個性があります見た目や価値観など人が違いを持っているのは当たり前ですが時に私たちは自分とは違う他人に戸惑ったり避けてしまったりしますまた勝手な思い込みや固定観念から差別や偏見が生まれてしまいますしかし必要とされていない個性はなく私たちの考え方や生き方に優劣もありません 人権を尊重するということは、自分とは違う他人を受け入れ、その他人が幸せに生きていくための権利を大切に扱うということです。このことを一人一人が考え行動することで、人権を尊重する社会の実現につながります。人権問題を難しく考えずに、まずはあなたの周りにいる人を大切にすることから始めましょう。 問い合わせ人権政策課電話924-3830ファクス924-0175成人式市内在住の対象者には12月中に入場券を郵送します本市以外に住んでいるなど入場券が届かない場合も参加には入場券が必要ですので 必ず事前にご連絡ください例年と開催日会場が変わります時1月9日日曜日受付は10時からところ市内各私立中学校義務教育学校15箇所市役所本館6階大会議室会場は 原則、卒業した中学校です。私立中学校を卒業した人や、市外から転入した人などは、市役所本館でも参加できます。入場は新成人のみ。付き添いなど配慮が必要な人はご連絡ください。会場を敷地内への酒類の持ち込みは禁止です。会場など詳細は市ホームページをご覧ください。 問い合わせ「子ども・若者政策課」「電話924-3988」「ファクス924-9548」「マイナンバーカード申請顔写真無料撮影サービス」「日時12月12日日曜日」「8時45分から16時」「場所 市役所本館1階市民課同じく12月12日日曜日10時から16時場所有尾矢を2階オレンジコート申し込み問い合わせ電話予約専用サイト市民課電話924-3933ファクス924-0220 令和3年分国民健康保険料後期高齢者医療保険料令和3年1月1日から12月31日の間に口座振替で納付された保険料のうち市で確認した金額が記載された通知書を12月中旬より順次送付しますので振替金額の確認にご活用ください。 問い合わせ健康保険課国民健康保険加入者は電話924-3847ファクス923-2935後期高齢者医療制度加入者は電話924-3997ファクス923-2935介護保険の適正な利用のお願い 不適切な介護保険サービスをなくし、介護給付の適正化を図るため、年2回、6月、12月、年2回介護保険サービスの利用者に、介護給付費通知書を発送しています。介護給付費通知書には、受けたサービスの種類や費用など、利用状況が記載されていますので、届いたら内容を確認し、 不明な点がある場合は、ケアマネジャーまたは高齢介護課にお問い合わせください。問い合わせ。高齢介護課。電話九二四の九三六零。パックス九二四の一零零五。地球に優しい乗り物で、温暖化にブレーキを。自動車と比べ、バスや電車などの公共交通機関は。 一人当たりの CO2 二酸化炭素排出量が少なく地球に優しい乗り物です外出時は電車やバスなどの公共交通機関を積極的に利用しましょう一人を 1km 運ぶのに出る CO2 量出店国土交通省ホームページ自動車 130g バス電車 17g ラッピングバス運行中ゼロカーボンの認知拡大のため近鉄バス株式会社の路線バスで八尾線近鉄八尾駅から藤井寺駅を2月6日まで走行していますバスの写真があります 車体の横と背面には「ゼロカーボンシティーやを宣言中」「脱炭素など」と書かれたラッピングフィルムが貼り付けられています「写真終わり」「問い合わせ環境保全課。電話924-9359」9 9「ファクス924-0182」「イベント」「講座」 みんなの認知症予防教室日時1月18日から3月22日の火曜日13時30分から全8回場所流下込み線内容頭と体を使ったゲームで楽しく脳を活性化対象市内在住の65歳以上定員20人申し込み順費用 1600円申し込み問い合わせ12月1日から窓口電話地域支援室電話924-3837ファクス924-3981介護予防の教室対象は市内在住の65歳以上申し込み 12月1日から、日時、ところ、内容、定員、申し込み、問い合わせの順に読みます。12月10日金曜日、14時から、明け川東地区集会所、16日木曜日、14時から、明け川小路線、いずれも、脳トレと河内温度健康体操、 各20人、申し込み順。緑風園、電話949-6670。ファクス949-6703。14日火曜日14時から、流下込み線。運動、10人、申し込み順。流下、電話943-0261。 ファクス943-026715日水曜日13時15分から蚊帳振縁ヨガ15人申し込み順蚊帳振縁電話ファクス共に928-708016日木曜日13時30分から 東山本小学校区集会所運動と体操15人申し込み順中谷電話943-0801ファクス993-586016日木曜日13時30分から24日金曜日13時30分からいずれも社会福祉会館 16日木曜日は健康体操。24日金曜日はフラダンス。各25人。申し込み時調整園。電話991-0182。ファクス991-1523。18日土曜日14時から。後部本町公民館。ノートレ。 10人申し込み順ホーム大使堂電話996-0262ファクス996-5867ハッピージャジャ JAJA クリスマスコンサート日時12月12日日曜日13時30分から場所柏原市民文化会館内容 プロのジャズ演奏者によるコンサート。対象、一般。費用、2000円。当日券、2500円。市内在住の障害者。付き添いの家族と介添え者を含む。と、20歳以下、または65歳以上の人。費用は無料。申し込み、問い合わせ。12月10日まで。E メール。 や尾柏し自動車整備協会、電話、999-8878、ファクス、999-9250、e メールアドレス、ブロッサム、blossom、アットマーク、d i l y o c n n e j p ダチ問題を考える写真パネル展、 日時12月13日月曜日から17日金曜日9時から17時15分17日は16時まで場所市役所本館1階市民ロビー内容12月10日から16日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて拉致被害者の写真を展示問い合わせ 人権政策課電話924-3830ファクス924-0175オレンジパートナー養成研修日時12月17日金曜日10時から場所水道局4階大会議室内容認知症の人への接し方などを学び地域でボランティア活動をしていくための講座 対象、認知症サポーター養成講座終了者。終了者以外で参加を希望する人はお問い合わせください。定員15人、申し込み順。申し込み問い合わせ、12月1日から、電話。地域支援室、電話、924-3973。ファクス、924-3981。 高田地里山保全ボランティア活動日時12月18日土曜日9時から小雨結構場所はっとり川七丁目公園集合内容里山の枝打ち、つる切り、下草刈りなど対象小学生以上小中学生は保護者同伴のこと申し込み問い合わせ随時受付 電話、高田地里山保全プロジェクト、片岡。電話、991-9015。矢尾、ふるさと歴史学校、日時、12月18日土曜日、9時30分から、雨天決行場所、近鉄河内国部駅改札口集合。内容、河内西国八番札所。 大黒寺などを歩きながら歴史を学ぶ。費用200円。学生は無料。当日直接会場まで。問い合わせ。環境アニメイティッド矢尾坂城。電話941-7529。輝き初。現代的課題講座。シンギングボール。日時 12月22日水曜日10時から場所9法事込み線内容シンギングボールを使ったチャクラを活性化させる呼吸法と瞑想定員8人申し込み順申し込み問い合わせ12月1日から17日電話障害学習課電話 924-3893ファクス924-5593高安の森自然学校日時12月25日土曜日10時から雨天決行場所近鉄服鳥川駅改札口集合内容鶴を採取してリースやカゴ作り費用200円 学生は無料当日直接会場まで問い合わせ環境アニメイティッド八尾事務局環境保全課電話924-9359ファクス924-0182その他歳末助け合い運動12月1日から1ヶ月間歳末助け合い運動を実施します いただいた募金は、介護者への健康診断費用や、学校の福祉教育資材の購入などに活用されますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、社会福祉協議会内、八尾地区募金会、電話99、991-1161、ファクス、924-0974、ふれあい農園入園者募集、内容、 農作業を通じて生きがいづくりや健康づくりを図る触れ合い農園安中町8の入園者の募集対象市内在住で農作物の工作ができる人定員募集区画は1区画抽選費用水道代程度申し込み問い合わせ12月7日まで窓口 安中人権コミセン。電話922-1491。f クス9 9 9 4 6 2 6相談。税理士による相談会。日時12月9日木曜日9時から。予約制。場所。市役所本館10階市民相談室。内容。 税理士または税理士法人関与していない一般納税者を対象とした税務相談申し込み問い合わせ近畿税理士会八尾支部事務局電話991-5009時から12時行政趣旨による相談会日時12月10日金曜日13時から16時受付は15時まで 場所、市民相談室、内容、許認可手続き、各種契約、期間、遺言、相続など、問い合わせ、大阪府行政書士会東大阪支部、岡野、電話、066809-3848、借金問題解決のための相談会、日時、 12月11日土曜日、12日日曜日、10時から16時予約制、場所、近畿財務局、内容、弁護士による相談、申し込み、問い合わせ、随時受付、近畿財務局、電話、066949-6523、住まい探し相談会、日時、 12月21日火曜日、10時から、11時から、13時から、14時から、15時から、16時から、各回40分予約制、場所、市役所西館4階会議室、内容、不動産業者との相談に、府と市の職員が同席してサポートします。対象、 60歳以上または障害者、定員各3組、抽選、申し込み問い合わせ、12月6日まで、住宅政策課、電話924-3783、ファクス924-2301、青年貢献制度個別相談会、日時、1月14日金曜日、 2月10日木曜日13時30分から14時30分から場所社会福祉会館内容弁護士や司法書士社会福祉士による成年貢献制度についての相談会申し込み問い合わせ12月1日から電話社会福祉協議会電話924-0957 フ f クス924-0974年金事務所などでの相談日時平日8時30分から16時月曜日は18時まで第2土曜日9時30分から15時予約制予約専用電話0570-05-4890場所全国の年金事務所や 町角の年金相談センターなど、内容、年金請求に関する手続きや、受給している年金について、問い合わせ、八尾年金事務所、電話、救急力の7711、施設の催し、掲載しきれなかった催しもホームページにて掲載、障害者総合福祉センター、電話、 993-0294。フックス、9 9 3 0 3 3 4パソコン。陶芸体験。いずれも。対象。市内在住。在勤。在学者。応募多数字は抽選。ただし初行者優先。パソコン。全3回。日時。1月8日。15日。 22日の土曜日9時30分からと13時30分から16日23日30日の日曜日9時30分からと13時30分から対象障害者障害児定員各4人費用500円教材希望者のみ 陶芸体験、全2回。日時、1月19日水曜日、2月9日水曜日、13時から。対象、障害者。定員、10人。費用、500円。申し込み、12月1日から10日。E メールか。安中人権コミセン。電話、 922-191ファクス999-4626お正月の寄せ植え日時12月17日金曜日10時から対象市内在住在勤者定員10人抽選費用2000円申し込み12月8日まで E メールか 観光案内所。電話997-6226。ファクス945-0080。ぶらり待ち歩き。日時。12月11日土曜日10時から小雨結構、場所。近鉄四季山口駅改札口集合。内容。 近鉄、市議山口駅周辺の散策。定員、30人。申し込み順。費用、300円。小学生以下は無料。申し込み、12月1日から。電話、ファクス。八尾の魅力セミナー。日時、12月16日木曜日、18時30分から。受付は18時から。場所、ありお八尾1階。 光町スクエア。内容。テーマは。安心して住み続けられる八尾の町づくり。定員30人、当日先着。申し込み、問い合わせ。八尾市観光ボランティアガイドの会。電話、ファクス。934-2081。5、読み物。町づくりルポ。 コミュニティ推進スタッフがお届け。子供たちの安心安全のため、投稿時を見守る、子供たちの見守り活動。今回は、子供たちの見守り活動に取り組む、高安西小学校区町づくり協議会の田中さんの活動を紹介します。元民生委員の田中さんと女性2人が始めた見守り活動が、 現在多くの人の協力により行われている。おはよう。マスクは鼻まで上げてね。今日は早いね。と明るく声をかけ、通学路を何度も往復する田中さん。時には忘れ物をした子供のランドセルを預かることもある。田中さんが折り紙で作った小物は大人気で、子供たちが次々と嬉しそうに受け取っている。登校しない子供を心配し迎えに行くことや、 事情を抱える子供は声をかけずにただ見守ることもある。かつての子供が親になって自分の子供を追ってくるとひまごやはと喜ぶ田中さん。週4日の朝夕のわずかな時間、子供たちの記憶と心に田中さんはずっといる。インタビュー。子供たちの見守り活動に取り組む田中さんにお話を伺いました。 見守り活動を始めたきっかけは20年前にあった池田小学校の事件をきっかけにできることをやろうと始めましたどんな時が嬉しいですかコロナ禍で投稿に不安を覚える子供も,も多いのではないかと思い一学期から折り紙作りを始めました YouTube を見て研究し花束やランドセルなど いろいろな形におって渡していますコレクションにしてくれる子や新しい形をリクエストしてくれる子がいたりして少しでも学校に来る楽しみになっていれば嬉しいです問い合わせ山本小美線電話923-4079ファクス995-3888医学豆知識爪白線八王子医師会 白線は水虫として知られており、人に感染する最も一般的な病原心筋です。その中で爪白線は日本人の10人に1人がかかっていると考えられています。自覚症状がほとんどないので放置されていることが多く、また治療を開始しても治る前に通院をやめてしまう人が多いことから難治性の疾患とされています。治療は 代表的な内服薬3種類と外用薬2種類がありこれらを使うことにより効果が期待されていますしかし白線以外の心筋を原因とする爪心筋症も一定の割合で存在するためまずはきちんと検査をして正しい診断をつけることが大切です治療薬の選択を誤ると治癒に至らないこともありますまた正しい治療薬でも 治療期間は6ヶ月以上と考えてください。症状がある場合は、早めの治療を開始しましょう。医師会、ホームページアドレス、http://www.yao.osaka.med.or.jp6、フォトニュース 町の話題を写真で紹介。10月10日、聖徳太子と物のべの森や歴史に思いを馳せて、天芝で聖徳太子1400年5世紀記念企画、聖徳太子を知ろうが開催されました。会場ではトークショーや演劇、万葉衣装体験などがあり、参加者らは 楽しみながら聖徳太子について学んでいました。舞台上にいる万葉衣装を着た参加者の写真です。10月19日、親子で楽しく体を動かそう。桂青少年会館でミニ運動会が開催されました。ぬいぐるみまで走ってタッチするかけっこや玉入れなど、親子一緒に楽しめる競技が続き、参加者らは 笑顔で爽やかな汗を流していましたお母さんと小さな子供がぬいぐるみにタッチしている写真です10月20日学生のアイデアで八王元気に春大阪のインターン学生が資生代理の紙面作成や4コマ漫画作成など役割分担しながら編集業務の体験をしました 学生たちはそれぞれアイデアを出しながら、真剣に取り組んでいました。パソコンの画面を見て編集業務をしている学生たちの写真です。10月23日、映画の街、八尾、指導。映画の街、八尾に向け、八尾市フィルムコミッション立ち上げ記念イベントが開催されました。トークセッションには、本市の魅力大使の 青木宗隆さんが参加し、映画を通じて八尾の魅力を伝えたいと熱く語られました。マイクで話している市長や青木宗隆さんらの写真です。市のホームページや SNS でも市政の情報や町の話題を発信中。市ホームページ町の話題、生活応援アプリ八尾ップ、 やおし公式フェイスブックやおし公式ラインアカウントやおし公式ツイッターやおし公式 YouTube チャンネル